どうも、ゴーイングアンダーグラウンドボーカルの松本壮です。ギターの中澤裕樹です。はい、ベースの石原です。みんなが思っているよりはそんなに込めた感はないんですよ、実は。うん、なんですけど、やっぱその3人になって、ゴーイングの、まあ、ファーストアルバム作ろうっていうような思いでこう作った時に、なんかそうですね、まあ、自分でもちょっと気になってた青臭さっていうか、そのバンドゴーイングっていうバンドのイメージにつきまとってたその青春性みたいなところが自分の中にもあったし、自分もそういうふうに自分たちも演じてるようなとこがあったんですけど、やっとそこから解き放たれて今の本当に等身大のアルバム作れたな、作れるな、これだったらっていうのがザ・バンド作った後ぐらいにレコーディングしてて思って、まあなんかその青いとこの向こうみたいな、その次に行けたっていうのもがあって、なんとなくアウト・オブ・ブルーってどうかなっていう。今までいろいろちょっと頭でっかちで考えすぎたってのはない。色が入ってるのがいいタイトル。なるほど、まあ、そういうのいい。そういうの好きだな。インザレッドとか。そういうの好きだな。次はまあ俺ら12歳からこのメンバーでバンドやってるんですけど、例えば初めてオリジナルのナンバーを作った時に感じた全能感とか無敵感みたいな、なんかよくわかんないんですけど、なんかこれだったら先生から怒られたり友達からシカトされてても、俺これがあるからいいやみたいな、なんかそういう逃げじゃなくて確信みたいなものがを3人共通で持ったっていう、それですかね。あとはだからちょっとみんなやってみたらわかると思うけどね、バンドそれなんだよな。それをだからこの年にして再び手に入れた感はすごいあったよね。そうですね、作った時にね、シンプルに整理されたっていうのが多分でかいと思う。3人の中でバンドやっていこうぜ、でバンドをやっていくためにこれやろうぜとかっていうところですよね。自分たちの腹の中にストンと落ちたんじゃないですかね、この状況も含めて。音楽それでもやりたいっていうことはどういうことかっていう。そうですね、サングラス取れよ。え、サングラス参加したの？どうした？まあ、去年1年結構ゆっくりっていうか、いろいろ話し合いばっかりしてて、ライブとかもやんなかったんですけど、やっぱまあ事務所離れたりしたりとか、なんかいろんな呪縛から解き放たれたなっていう、まあ、感じはすごいあって、だからもう本当にバンドで出したい、本当に、まあ、凝ってないってことではないんですけど、やっぱシンプルな音で、まあ、撮れて最高なものができてよかったなとは思ってます。最高ですね。本当はやっぱこれ今で言うと 7,8 万売れてほしいね。リアルな数字。それ結構いい数字だよ。7,8 万売れてほしいんだよな。そうだね。まあでも 7,8 万ちょっとじゃあ大風呂敷広すぎたけど、 2,3 万だね。 2,3 万いってほしい。まあまあまあ、もちろん 2,3 万は行きたいね。ずっと聴けるのがありますよね、あとね。自分たちのこれ分かってくれっていうところだけで音を鳴らしてるわけじゃないから、作品として最高だと思いますけどね。俺はこういうアルバムが聴きたいから作ったっていうのが一番感想ですかね、うん、いやもうファーストもう一回作ったっていう手応えがすごいあって、本当に自分のやりたいことがほぼできたと。自分の主観がいっぱい入ってるっていうか、そのバンドだからファーストアルバムって多分そうやって作ってるんですよね、みんな、うん、みんなが好きなこう歌いたいとかこう弾きたいとかこういう演奏したいっていうものの集合体だけだったみたいな感覚で作ってて、それがだんだんなんかこうバランスを取るようになったりとか、それはある意味引き出しが増えていくのと同時に、なんかそういう作業に、なっていった時期もあったんですけど、なんか今回は本当に状況もいろんなものが一変して、もう真っさらな気持ちで曲というか曲作りなりレコーディングなりできたんで、もうね、考えたらもう残りの人生元気でいられる時間の方が多分少ないと思ってた最近。だからその中でなるべくやりたいことをいっぱいやろうとか、楽しいことをどれだけできるかっていうのがね、俺最近も考えてね、あんまりだからしたくないことに時間を割かないっていうかさ、はい、それの第一歩の作品ですこれは、ね、ボーカルがみんな、それでもさ、それでも新しく行こうよ、もうせっかくフォローすっから、ツアーですか、まあ、カメラ見せて、カメラ元気にガツンとやってきます、ただそれだけです。
それでも来たくなるよ、それでお客さん来るかな、それで来たくなるやつやっての、それでお客さん来るかな。ジャパネット高田の CM 見ててもやっぱ買いたくなるでしょ、いらないなと思って。いや、ならないな、俺。そんぐらいのね、MC 力だよね。そうだよ。もう何回も昔みたいに行けるっていうのがないから約束がやっぱできないよね、うん、今の状況だとね。そうですね。これ別に脅かしてでも何でもなくて、やっぱ実際にここあんまお客さんの入りかんばしくないんだったら、まあ次回は行けないなっていうこともありえるし、ね、ちょっと行きたいんだけどね、気持ちとしては、うん、もちろん。だからそこのこのタイミングで Going 今一番新しくなって、うん、やっぱ別のバンドだと思ってるところもあるんですよね、自分たちで。それやっぱ一番最初に見とくと、まあ、武道館ぐらいまでまた戻るじゃないですか、うん、でその時にやっぱ自慢できるよね、うん、あの時の Going 見てないんだみたいな、潜りだねみたいな、それになるのが嫌だったら今回のツアーは絶対来た方がいい。あの時もうちょっと優しかったよっつって。そうだね。今も武道館でツンツンしちゃってる。そう。そんな、そういう、それはマジですね。うん、ああ、そういうツアーにしたいなと思って。